メインで映してたんですけど、これからはちょっと撮影の仕方を変えて、サラとルナとエマとみんなで応援してる姿を見てもらいたいと思います。はい、今回はちょっと G1 が2週続けてないので、G3 の、エプソムカップです。エケットリーカップ、ちょっと全然違うんだな。エプソムカップ、エプソムカップ。はい、で、今回はまたお馬さんが18頭走ります。そう、めっちゃ多いからその中で当てるって結構難しくって、はい、今回人気も結構割れてるみたいなんで、まあ、どれが来るかわからんな。はい、じゃあ順番に予想紹介してもらいたいと思います。お馬さんします。お馬さんしますね。はい、ではまずエマから。エマの予想した馬はベーラッチェで、そう、エマが選んだのは3番のベロックス。じゃあエマもう一頭選んでるんやな。はい、じゃあもう一頭はアルジャンナ、そう、8番のアルジャンナ2頭を選んでます。何選びましたか。はい、ルナ何選びましたか。ルナは9番のちゃちゃまるってなんか聞いたことあるんやけど、うーんやな。ちゃちゃまる、はい、動物の森いたい、違うな。やーさーまる、ちゃちゃまる。はい、あと1頭は16番のシュリ、シュリで、ね、9番と16番なるな、選んだ。はい、頑張れ。
マス今最初やな。ルナはルナ買ってんのは 9? もう最悪。サラは最悪、一番最後らへんや。あ、1だいぶ遅れてるやん。あ、行ったかも行ったかも行ったかもしれん。行ったかも。うそ、ママも7は7はどこや。7頑張れ。7で負けて7で負けて。4、8どこや。7はどこや。あ、お前ちゃん。あ、4、8いいとこ行ってる。ママのいいとこ行ってるで。ママのいいとこ、ママの後ろ、いいとこ行ってるから。ママの後ろ、8の後ろ、ママのやったほら。あ、7は、あ、ママさら、あ、同時に来てる、同時に来てる、ほらめっちゃいいとこ行ってるんだ。ピンクと青、ほらピンクと青、ちょうどほら、あ、ほんまやほんまや、ちょうどいいとこ行ってるかも。ちゃん、ピンク、エマちゃんが3番の馬さん、3番の馬さんどこや。頑張ろうか。はい。はい。お疲れ様でした。